野崎チャンネル。ちょっ。さあ、沖縄キャンプ2日目。今日は阪神タイガースのキャンプね、視察行ってきました。日差しがね、出たらめちゃくちゃ暑いんで、どんどんね、顔も真っ赤になって、日焼けね、していく感じですけども、第一クールよりは涼しいらしいですね。もう第一クールはなんかもう30度近くまで上がってね、まあ、今は26度ぐらいかなっていうね、日がね、陰るとね、結構いい感じの、涼しい感じだし、日が出るとね、もうめちゃくちゃ暑いっていうところですけども、今日はね、阪神タイガース、キャンプ行ってきました。もちろん日刊スポーツでもね、コラム書いてますので、ぜひ、そちらの方も詳しく書いてますので、読んでみてください。はい。さあ、ということでね、今日38年ぶりのね、あれ、ね、日本一になった阪神タイガース向けてね、キャンプ取材行きましたけども、10時からね、スタートというところで、9時半ぐらいついてね、ウォーミングアップから、見させていただきましたけども、アップね、そしてスパイク層ね、ベースランニングというような、こういうね、メニューね、がありましたけども、率直に言うと、まあ静か。本当に。活気とか、そういうのも、そういうのじゃないよみたいなね、感じの。だからまあいろんなキャンプね、見ていくけども、本当ね、チーム別にカラーがあってね、まあそれはそれでね、いいのかなって言いながらね、このもうスパイク層、ベースランニング、あとね、ノッカーが打ってその打球を見ながらね、走るとか走らないとかね、そういうちょっと実践、感覚的なベースランニングもありましたけども、まあ、静かです。もう、無言です。こぼ。だから、これ、アップなのかな？実践的な走塁なのかな？これ、何なんやろな？準備なのかな？何なんやろかな？っていうところをね、が繰り広げられながら、その後、キャッチボールになってね、サインプレーをね、この、室内で、もう、シークレッツ。ね、鉄のカーテンが引かれて、マスコミも入れないで、シークレットの中でサイン、のプレーの練習が行われましたけども、その時に、ブルペンでね、ピッチング、青柳、そして石井、ね、西勇輝がやってましたけども、青柳挨拶来てくれてね、今年は大丈夫か、今年は行きますって言ってたんでね、その帝京大学ね、出身の青柳だからね、今年は行けるって言ってるからね、ぜひね、頑張って行ってもらいたいし、ね、本人も自信あるようなんでね、ぜひ皆さん期待できますよ。はい。まあ、その中でね、見てたら、もうそのね、横の室内からね、ガレージも下がってね、シャッター閉まってるけども、声がめっちゃ聞こえてくるのよ。今までの静けさとは逆に何みたいな。この活気みたいな。だからね、今回のね、昨日のね、ヤクルト編は、緊張と緩和がテーマでしたけど、今日のね、キャンプはね、メリハリです。これがテーマです。だからこのね、チームでガッて動くときっていうのは、活気だって声も出して、チームとしてね、連動して動いていこう。でね、各自のことっていうのはもうね、各自に任せてね、自主性を重んじて、自らがおのずとやることに、別にチームはそこまで関与しませんよと。自由にやっていって、おのずのね、自主性に重んじて。でもチームでやるときはかつてやりますよっていうね、このメリハリはね、素晴らしかったね。で、その後ね、シートノックも、行われましたけどもね、まあ昨年ね、リーグ1位、エラー数っていうところで、今日は今年はね、キャンプ当初から岡田監督がね、守備を重要しながらね、改善していくっていうところを掲げてね、キャンプを送ってますけどもね、今日のシートノック見てたらね、そんなリーグ1位の守備力エラー、守備力かっていうぐらい、めちゃくちゃこのね、動きもキビキビ動きながら、プレーも迅速だし、肩も仕上がってて、もうなんかね、こう、シートノックにね、そんなわーって声出してるわけじゃないよ。シートノックになんか吸い込まれていくようなね、おー、うめえな、みたいな。みんなそつなく、しかもキビキビ動くし、その変な間もないし、ノッカーもポンポコ打っていくし、それをね、そつなくこなしていく、この流れ。もうめちゃくちゃ良かったね。正直ね。だからこういったところもメリハリなのよ。みんなでやるよって言ったら、キビキビって動くんだよ。で、そこもそつなくパンパンってこなして。いや、これが、エラー1位のチームかと。守備、そつなく、サトテルもグラブさばきとかも良かったしね。まあ、それシートノックっていうのもあるかもしれないけど、それでも、ノッカーもポンポコポンポコ打つし、変なまんもなく、トントコトントコみんながダブルプレーも含めて、トントコトントコ、やっていくし、しかもそれがね、流れるようにね、このシートノックをやるっていうのは、ちょっとね、見入っちゃったね、シートノックを。そういったところでも、このね、メリハリっていうところがね、個人で自由にウォーミングアップしながら体を温めるときにはね、何かを強制することもなく自由に仕上げていきながら、チームとガッてきた時にはね、サインプレー、そしてシートロックもね、そつなくこなすっていうね、ところの、岡田監督の、もう、これ、令和野球っていうかな、
でもね、その後取材してね、関係者の人も言ってたけども、その2005年の時もそうだったけども、岡田監督は口うるさそうにイメージ的には見えるかもしれないけど、そんな口うるさいこともなく何も言わないと。でも締めるとこは締めると、ね、その他はもう自由にやっていっていいんだよとね。だからそのね、個人の自主性を重んじて尊重しながら、しっかりね、その後の徳田特殊っていうところもね、連夜ね、毎日毎日ね、その各選手が自分のね、ポジション向上に向けて、向き合ってね、だから本人の実践を任せて尊重しながら、チームとしてやるときにはガッと集まってパッとやっていこうっていうね、でしかもそれなく卒をなくこなそうっていうところの令和野球の真髄なのかもしれないね。この、まあ、昔昭和で言うとね、管理野球で全部管理でね、まあ、これもチームからあるからね、一概に言えないけどもね、管理して育っていってっていうところがね、令和になってやっぱり自主性とかね、その選手の主体性とかね、そういったところを重んじながら選手に任せてね、カッとまとまるところはまとまるっていうところはね、非常になんか、ああこれもいいなっていうね。だからいろんなところ回ってたらね、何がいい悪い分かんないしね。だからそれが結果が出なかったらね、そういったところが声出てないからやってなるかもしんないけど、阪神は阪神のカラー、ソフトバンクはソフトバンクのカラーっていうのがあるから、そのカラーをね、まあ、変えるっていうのもあるんだけども、そのカラーにのっとってっていうねところもあって、岡田監督のね、その何も言わないかもわかんないけども、この厳しい目でね見てるところがまたクッと締まるしね、そういったところではこのなんか、まあ、緩いっていう表現が正しいかどうかわかんないけども、選手に任せるところは任せてね、緩くで、チームとして勝って集まるところはしっかりやっていくっていうところのメリハリっていうところはね、このチームプレー練習ではすごく感じたんでね、やっぱこういったところのやり方っていうのも大事だなと。だ選手もストレスかかんないしね、何から何でもなんとかなんとかって言われるんじゃなくてね、その任せながらやっていくとストレスもかからないし、そういったところはね、非常にこの空気感、このなんか阪神の中のこの日本一の、ね、自信っていうかね、このプライドっていうかね、自覚っていうかね、そういうのを垣間見るね、そのキャンプの練習風景だったかなと。で、その後ね、バッティング練習が行われて、ここでね、やっぱり目についたのはね、野口だね。あと、パンチ力えげつないね。若干またバッティングね、荒さあるかなっていうところは感じるけども、ピンポン玉のようにしっかりコンタクトしてタイミング取れたって言ったら、多分飛距離一番、チームの中で一番出てたんちゃうかなっていうぐらいの飛距離ね。めちゃくちゃ出てたから、このパンチ力っていうのはね、めちゃくちゃ魅力あるし、あと井上ね、ちょっとなんかね、下半身でかくなって体がね大きくなってきたかなっていうね、ところもあるんで、この魅力的だし、で小野寺ね、まあ、昨年もねいい形でも出てたし、だから外野ね、近本センターは伊藤だった、キャッチャー坂本梅野ね、ファースト大山、セカンド中野、サードサトテル、まあね、いろんな報道ではサトテルもレギュラー確約できないみたいなね感じも出てたけども、でショート木浪ね、でセンター近本で、レフトとライトはね、だから森下も油断できないね、正直ね。だから野口、井上、ロングティーでもスコスコスタンド入ってたしね、中段ぐらいまでめちゃくちゃ飛距離飛んでたから、これは魅力的やなとね。だから阪神もね、レギュラークラスと2番手の差が激しい、ちょっと薄いとかっていう人いるけども、いや2番手も熱いよね、何気に。だからレギュラーの1番手がちょっと高すぎるからね、薄いって思われがちかもしれないけど、平均値レベルで言うと高いよね。まあ、ショートにはね、内野も小畑もいるしね、キャッチャーは坂本梅野の2倍看板がいて、でそこにね、熊谷とか渡辺で上田なんかもね、いながらね、井上、前川、ね、小野寺、野口っていうねところも、前川もね、いいバッティングしててね、この手腕がね、コンパクトなバッティングでパンチをピッと持てるし、このね、層で厚くなってきてるね。だから若干去年もね、近本いなくなってバタバタってしたところもあるけども、そこはね、補えるぐらいのね、この魅力的ある野口、井上のこの、だから森下もね、いい形で練習してるけども、これ油断できないね、森下も一歩間違ったらね、食われちゃうね、井上とか野口にね。そういったところはね、まあ、ここから実戦に入って、紅白戦、オープン戦とね、続いていって、そのレギュラーとにね、誰が開幕戦にね、名乗りを上げるかっていうところはね、非常にこのね、特に井上、野口ね、ちょっと面白そうなね、スイングっていうところもあったね。で、キャッチャーはね、2年前のフレッシュオールスターから佐々木が押してる藤田ね、59番。
だからここね、2人の壁が高いからね、坂本梅野も、坂本もなんかこうね、スピーディーにノックしててもね、ちょっと余裕のあるね、力感なくトントントンってやってのけるね、プレーっていうのはさすがだなっていうね、やっぱり日本一になったこの自信の表れだなっていうところのね、風格もあったし、でもここね、この2枚看板をね、でもこれ30過ぎぐらいで一番脂乗ってる時だから、でもここからね、藤田もこのね、もし何か怪我があった時にすぐ取っていけるように行くためにはね、やっぱ打つことが大事なんだで、ね、そのバッティング最後までね、あの佐々木も藤田がなかなかバッティングし始めないから、ね、藤田のバッティング見てから帰ろうと思って最後まで、見させていただいたけどもね、やっぱ当たった時のパンチ力がやっぱあるね、結構ね、だからね、やっぱ硬いね、まあ、バッティングがね、あとこの多分自分の間合いとか自分のタイミングで打てるときっていうのはいい感じできるけども、硬いからね、もうちょっと柔らかさいるね、バッティングに全部が全力だからね、もうちょっと軽く打って飛ばすみたいなね、今全力で振って飛ばすって感じだから、軽く振ってもバランスで飛ばすみたいな感じで柔らかさが出てくれば、もっとね、あのバッティングの安定感がね、増してくるからね。でも当たった時のね、パンチ力は結構ね、あの野口に負けないぐらいのね、飛距離も飛んでた時あったからね、そういったところは期待ね、していきたいとも思うけどもね、ここはね、腐らないでぐっと我慢してね、俺もよくね、ロッテの時に高畑さんに言われてたけどもね、あ、なかなかチャンスないかもしれない、今のね、首脳陣に認められてないかもしれないけど、他の11球団も必ず見てるから、腐ってる場合じゃないからね、誰か見ててくれてね、別にロッテじゃなくてもね、試合出れればいいんやと、プロ野球チームはロッテだけじゃないんやと、だから絶対誰か見てるから、お前の良さを気づく人が誰か見てるから、腐らないで毎日毎日ね、真剣に向き合ってやっていけってね、高畑さんに言われてやってね、で結果的にロッテで頑張れたから良かったけどね、藤田にもね同じこと言って、今なかなかチャンスないかもしれないけども、ちょっと坂本梅野がね、強靭な壁だからね、でも誰が見てるか分かんないね、で自チームでチャンスなくても、ね、今現役ドラフトもあるし、いろんなこともある中でね、結構阪神ね、いい選手現役ドラフトで上げたりもするしね、トレードでっていうところもねあるしね、もちろん阪神で出れればいいけども、11球団ね、いろんなね人が見てくれてるから、良さ気づいてくれるからね、腐ることなく頑張ってくれて、ね、でもし坂本梅野がね、何かあった時にすぐ出てるよ、ね、バッティングがもうちょっと柔らかくっていうのね、佐々木は個人的に思いましたねっていうところがね、まあ阪神のキャンプレポートかな。全体的にはもうなんかね、日本一のね、風格のもと練習ね、淡々と、しかもね、自信満々にそつなくプレーしてたなっていうところもあったし、メリハリっていうところがね、すごい効いた、キャンプのね、中身だったというような感じがします。もしね、今日ギノザ、これまでもね、ギノザ含めてキャンプのね、阪神のキャンプ行かれて、皆さんね、どういう感想をお持ちか、コメントなんでぜひお待ちしてます。それでは阪神のキャンプレポートでした。それでは